どうも、田代チカラです。前回タイ3部リーグでプレーしていた時の月のお給料と契約内容についての動画を出させていただいたんですけど、今回の動画はその動画の補足みたいな感じで撮らせていただきます。月収に関しては何バーツもらって、それが日本円でいくらですみたいな話をさせてもらったんですけど、それ以外の部分で家賃が何バーツでとか、食事はこういう感じでみたいな軽い説明はしたんですけど、それが日本円でいくらぐらいなのかっていう説明がちょっとなくて、ちょっとイメージしづらいよっていう言葉をもらったので、今回はそちらについてちょっと補足をさせていただきます。まず家賃なんですけど、家賃は3000バーツでした。で、その3000バーツっていうのはだいたい日本円で1万円です。ワンルーム、全部ベッド家具ついてて、シャワーがあってトイレがあってみたいな感じで、キッチンはなかったですけど、でベッドも大きいし、普通に生活できる部屋でした。で、食事なんですけど、食事に関しては朝ごはんは自分で食べるときとチームに用意してもらえるときがあって、まずチームに用意してもらえるときっていうのは朝練習があるとき、基本的な練習は午後の4時、3時とか4時からだったんですけど、週に2回から3回2部練の時があって、で試合の前日は朝の練習だったので、そういう朝の練習があるときは練習が終わった後そのままチームでご飯屋さんに行って朝ごはんを食べさせてもらえるっていう形でした。まあ自分で用意するときはオートミールとかフルーツを買っといてそれを食べるっていう感じだったので、一食いくらっていうちょっと計算はできないんですけど、まあチームで食べさせてもらってたご飯っていうのはだいたい30バーツから40バーツの食事だったので、それを一食のお金とするとだいたい100円から120、30円ぐらいの金額ですね。お昼も夜もだいたい一食は同じぐらいの金額です。自分の家の近くのご飯屋さんで食べれるガパオ、まあ、タイの有名な料理ですね、それ結構食べてたんですけど、ガパオライスに目玉焼き乗せて、それで40バーツか45バーツだったので、それがだいたい120円から150円ぐらいの金額で、前回の動画でデパートのフードコートで食べてたっていう話をさせてもらったんですけど、デパートといっても田舎なんで大きい何階建てみたいなそういう場所じゃなくて、もう1階建てのショッピングセンターみたいな感じのところのフードコートで食べてたんですけど、そこで食べてたのはご飯、お肉、野菜みたいな感じのワンプレートのご飯で、それは50バーツから60バーツぐらいの金額だったと思うので、まあそれは150円から200円ぐらいの金額ですね。あとはカオマンガイっていう、まあ有名なご飯で鶏肉乗っててみたいな感じの、それは35バーツとか40バーツぐらいで買えたので、だいたいそういう食事をこううまく回してくっていうか、自分の中で今日はここ、今日はここ、今日はここみたいな、何個かご飯屋さん自分の好きなとこ見つけといて行くっていう感じで、まあだから一食平均したら150円かかったとして、でまあちょっと多めに見積もって1日食費で500円かからないぐらいかなと思います。あと必要なお金としては、まあ毎日行くわけではなかったですけど、フィットネスジム、ジムに関しては1回30バーツで使いました。まあ1回100円ですね、100円で結構しっかりしたジムを使えてたので、まあジムのお金はそれぐらいかかって、とにかく1日にかかる金額っていうのは500円あれば普通に生活はできます。500円かける、まあ、30日なので1万5000か、食費、贅沢しない食費だったら月1万5000あれば全然足りるかなと思います。でそこにプラスしてカフェでコーヒー飲むとか、少しおやつ食べるとか、まあ、そういう贅沢はたまにあったとしても、多くても2万いかないんじゃないかなっていう感じですね。あともう一つ聞かれたのが、タイの平均月収ってどれぐらいなのっていうのを聞かれて、僕もそれ知らなかったんでちょっと調べてみました。バンコクはやっぱり収入が高いし、田舎だと相当低い金額で生活してる、その貧富の差っていうのはすごく激しいみたいです。一人当たりの平均値、平均月収っていうのは9583バーツだそうです。なのでまあ3万円から3万5000円の間ぐらいですかね、平均月収としてはそれぐらいの金額になるみたいです。なのでカラシンという町で僕がもらった月収っていうのは、今回の動画ではちょっとその金額はすいません言えないんですけど、前回の動画を見てなくてタイ3部リーグでの月収が気になる方は前回の動画を見てもらえればと思うんですけど、タイの平均月収から比べればまあまあな金額をもらっていたということになります。今回話させてもらったのは2016年に住んでいたタイのカラシンという田舎町での1日の生活費です。
去年に関してはチェンマイっていう第二の都市ですね、日本で言ったら大阪みたいな場所に僕は住んでたんですけど、やっぱりそっちの方が誘惑というか日本食のレストランもいっぱいあったので、やっぱそういうとこ行っちゃうんで、どうしてもお金はかかります。生活費はチェンマイの方がやっぱり高くなったかなっていうところで、前回のタイ3部リーグの月収を契約内容を公開しますっていう動画に関してはかなり初速が早くて、この映像を撮ってる時点で僕の今まで撮ってきた150以上ある動画の中で一番のグッドボタンをいただいてます。ありがとうございます。なのでまあ求められている動画だとは思うので、モンゴル、ラオスで去年のタイ4部、またちょっとリーグのランクは1個下がるリーグなんですけど、そこでの契約内容とかっていうのも撮っていければと思ってますので、楽しみにしておいてください。今回の動画ももし良かったと思ってもらえれば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。それでは。